私思う、昔を振り返るとデビューしたての頃を思うとめちゃめちゃ小さくて、もう事務所に行ったら即屋号みたいな、あんな小さな事務所からもう屋号に会うことなんてほぼほぼなくなってしまった。滅多なことじゃないと会わない屋号も遠い人になってしまったなというね、そんな気持ちになっております。本当に世界に羽ばたいてるなホロライブと。でも本当に事務所はね、おはようございますって入ったらもう奥の席に屋号座ってるみたいな、本当にそんな小さな小さな事務所、小さい事務所だったけど白神にとってはやっぱり大きな場所だったので、そう、一番ホロライブが好き、大好き、いい場所、そうなので、まあ、過言だったかもしれないけども、やっぱうちの事務所が一番すごいんだぞっていう気持ちでね、毎日毎日活動してたなっていう、そう、自分たちが一番すごいんだというね、こういうことを思いながら日々活動を、自己肯定をしてましたね。自己肯定感を上げるためにしていたこと、自分たちが一番すごいって思い続ける、もう何もわからなかった。本当に右も左も上も下もわからなかった。一番最初、アキロゼなんかパソコンすらわからんかった。アキロゼのパソコンの使い方さえわからなかった。あの頃懐かしいなぁ。マジで。もうアキロゼが一番の成長だと思うわ、ほんと。今じゃサバを立てれるほどに。アキちゃんのね、アキちゃんをほんとに、最初ね、ちょっとね、最初の頃にちょっと体調崩しちゃってね、アキちゃんも、いなかった時があったんだけども、ここからほんとに、大きくなったなぁと、思います。ねえ、で、そこから、まあ、デビューして、そんとすぐに、2期生が入ってきて、ねえ、また2期生で本当に勢いがついて、なんかいよいよ事務所らしくなってきたなって思ったのが2期生だったな。1期生は本当に1期生だけで、そらちゃんとかロボコ先輩とかと絡むことってほとんどなかったんです。もうほぼほぼないと言っても過言ではないっていう感じで、1期生は1期生だけみたいな感じで関わってたので、まあ、そこに2期生っていう仲間が増えて、もっと盛り上がるようになって、初期スバルが懐かしすぎますよ。スバルちゃんはもう今でこそさ、すごいオタクの知識を取り入れてくれたり、いろいろアニメ見てくれてるけど、一番最初のスバルちゃん、なんつかそれみたいな感じだったもん。本当に懐かしい。よくこうやってオタクに染まってくれたとね、思いますね。まあ、それもこれもやっぱりね、スバ友の皆さんのおかげというのもありますし。からね、ゲマズミオが入ってきたりとかして、そう、で、3期も来て、ここまで来るともうすごい人数増えたな。3期までゲマズと3期でようやくはすごい人数なったなーっていう、そう、もうこれ以上はもしかするとメンバー増えないんじゃないかみたいな思ってましたね。まあそこからまたいろいろとね、まさか4期まで来て、もうさすがに増えないだろうと思ったらね、 ID とか EN まで来てね、うわーってなって、どこまで増えるんだホロライブみたいな思ってましたね。VTuber っていう界隈も急速に盛り上がってたなって。本当に我々がデビューした頃っていうのはね、キズナアイちゃんとか、そう、未来あかりちゃんとか、すごいこのバーチャル界隈を盛り上げてくれていたっていう、まあ、動画から今度はライブ配信に持ってったの流れが多分二次三次さんから始まったのかな。あの頃もすごい良かったなーって思うところはもちろんあるんですけども、あの頃はあの頃での空気がすごい良かったなっていう、そのやることなすこと何もかもが新鮮で、 VTuber ってなんだ、この動く絵はなんだみたいなさ、3D の体って何みたいなさ、なんかやっぱそういうワクワク感というか、うわなんかね、そのバーチャルってすげーみたいな、そういうのが、動く絵はなんだ昔思ってた、わかる。もっともっとそういう VTuber っていうのがね、いろんな層に受け入れられるというか、もうそれがなんか当たり前みたいになってきたりとかね、してるのがすごいいいなと思いましたね。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいね、すごい最高な時代が来たなと思います。これからもね、またどう VTuber っていうものがどう広がっていくのかっていうのをね、楽しみにこうしている白神がいる。ワクワクが止まんないですね。これからどうなっていくんだこれはっていうね、気づいたら本当にとんでもない速度で広がっているね。あなたも明日から VTuber みたいな時代にもなってきてますし、この先
もう10年後とかどうなっちゃってるんだろう。